アイリッシュトラベラーは移動型民族集団の一つ。抗議のジプシーに含まれることがある。パビー、ティンカー、パイキー、パディー、ジープシーといった名称でも呼ばれることがある。主に英語を話すが、一部はシェルタ語やそれに似た不調を話す。ほとんどがアイルランドにいるが、イギリスやアメリカにもかなりの人数で存在する。彼らの起源については様々な意見がある。 アメリカの1万人前後の人々のうちほとんどが、ジャガイモ基金の起こった1845年から1860年までの期間にアイルランドを去ったトラベラーの移民の子孫であり、そのうちの約2500人が農村ガスタ郊外のマーフィー村に住んでいる。トラベラーが自分自身のことを表現するときは、ミンキヤー、パビー、あるいはアイルランド語のアンラークトシュルといった言葉を使う。 その他、トラベラーはアイルランドでは、単語の意味そのままに、ティンカーやアイティナラント、あるいは、差別語として、ナッカーといった表現も使われる。このような表現のいくつかは、伝統的に彼らによって担われてきた仕事を意味している。ティンカーは、例えば、瓶や鍋といったブリキ細工の修理であり、ナッカーは、吐殺対象のコバや芝の取得を意味する。ティンカーと特にナッカーは、 アイルランドにいるトラベラーに対する差別用語として使われている。ジプシーという言葉はイングランドとスコットランドに住む大陸からイギリスに来たロマに対する表現として16世紀の記録に初めて登場する。その他、ひどく見下した表現としてパイキー、ジッポといった言葉も使われる。アイルランド共和国における2006年の国勢調査は アイリッシュトラベラーの人口を22,369人と報告している。1,700人から2,000人が北アイルランドにいると見られている。2006年のアイルランド共和国の国勢調査によって都市部の人口が29,75人が農村地帯の人口が1,460人であることが明らかにされた。 共和国全体の人口に占める割合は0.5%だが、高い比率を示す地域がいくつかある。チュアムでは人口の7.71%を占める。年齢別で見ると、0歳14歳は9301人であり、トラベラーの人口の41.5%を占める。15歳24歳は3406人であり、15.2%を占める。また、 トラベラーの人口の半数近くである48.7%が0歳17歳の子供である。アイルランド全国トラベラー健康調査によると、北、アイルランドでの人口は3905人、共和国では36224人とされている。2011年、アイリッシュトラベラーが抗議のジップシートラベラーの一部として国勢調査のカテゴリーに初めて導入された。 自己申告のジップシー、トラベラーとアイリッシュトラベラーを合わせた人口は63,193人となった。ただし、最近のイギリス在住のトラベラーについての見積もりは、イギリスのジップシー、ロマや他のトラベラーのグループを構成する、全体概算30万人の一部として、1万5,000人前後で推移している。ロンドンのハーローとブレントの2つの特別区は、 アイリッシュトラベラーの人口が目立つ地域である。そのような様々な公的な居住地に加えて何人もが地方自治体住宅に住んでおり、そのほとんどが子供たちに良質な教育を受けさせたいと考えている女性である。彼女たちやその子供たちの中には夏に旅する者も,もいるかもしれないが、その場合であってもより広いトラベラーの居住地と連絡を取り続けている。 ホームカウンティーズと呼ばれるロンドン周辺地域にはいくつものアイリッシュトラベラーのコミュニティが存在する。彼らのプライバシーを尊重するためアメリカにはトラベラーの人口を示す公的あるいは法的な数字情報がない。事実、アイリッシュトラベラーはアメリカの国勢調査において単独の民族集団として認識されていない。ある資料ではアメリカにおける トラベラーの人口を1万人と見積もっているが、他の資料には4万人という数字が書かれてもいる。メアリー・イーアン・デレクの調査によれば、ジョージア州のトラベラーのキャンプは約800家族で構成され、ミシシッピ州のトラベラーでは約300家族、テキサス州のトラベラーでは50家族弱である。アメリカのトラベラーは自分たちを歴史的な居住拠点から、オハイオ州、ジョージア州、 テキサス州、ミシシッピ州といった、いくつかにグループ分けしている。最大の居住地は、サウスカロライナ州、ノースオーガスタの町の外にある、マーフィー村であり、約2500人が住んでいる。他のコミュニティとしては、ホワイトセトルメントがあり、ここでは、各家族は冬季のみ滞在し、夏の間は別の地域に移動している。同じような孤立地域は、ジョージア州、アラバマ州、 ミシシッピ州にわたって見受けられる。アメリカのトラベラーは英語とシェルタ語を話すと言われている。アメリカで話されている不調はアイルランドでのそれと異なり、世代を重ねる中でピジン英語の一種に変化している。彼らは外して糧を得るため住所不定の日雇い労働者としてアスファルト舗装、スプレーでの塗装、リノリウム式といった仕事をしている。 一つの民族集団としてのアイリッシュトラベラーの歴史的な起源は学者や大衆の議論の対象である。こういった議論は本来よるべきアイリッシュトラベラー自身による記録が存在しないため難しいものがある。彼らはロマの血統かもしれないが、この説には議論があり、その一方でケルト民族以前の先住民族を起源とする説も存在する。 ギャモン語の10%はロマ語から来ているが、主だった単語はアイルランド語由来のものである。ケルトモ派の専門家、クーノマイヤーとロマ語の専門家、ジョン・サンプソンは、共に最初のロマの集団がブリテン諸島に着く300年前にあたる13世紀に遡って存在すると考えた。2011年に40人のトラベラーから採取された DNA の分析が、 ダブリンのアイルランド王立外科医学院とエディンバラ大学で始められた。この研究はアイリッシュトラベラーが少なくとも1000年前に定住型のアイルランド人から分かれた単独のアイルランドの少数民族であると証明した。つまりアイスランド人がノルウェー人から分岐したように彼らが定住者集団から分化したということを示している。 もっとも、もしすべての家族が古い起源を主張するとしても、アイリッシュトラベラーの全家族が同じ時に遡るわけではない。いくつかの家族はトラベラーの監修を何世紀も前に取り込んだが、一方で他の家族のそれはより最近である。アイルランド人と異なるこの民族集団に何人くらいのアイリッシュトラベラーが含まれるのか、少なくとも遺伝子工学上の視点からは明らかでない。 彼らの起源については、1650年代のオリバー・クロムウェルのアイルランド侵略によってホームレスとなったアイルランド人家、ひょっとしたらもしくは1840年代のジャガイモ基金で立ち退きを迫られてホームレスになった人々の子孫、あるいは中世後期のムルタビコンホバル士族の機種のうち、放浪者となった者の,の末裔、というように実に様々な説が言われてきている。 彼らのノマディズムは、牛などの家畜の群れの移動が元となっている。第17ドイルの政府は、以下の付着範囲について、不定住対策委員会を設立した。委員会の1963年の調査報告書は、不定住者を定住地を持っておらずいつも土地から土地を渡り歩く人間を除くと定義した。その上で、オランダの不定住型少数民族へのアプローチを、 基本として引き合いに出し、トラベラーを固定型の住宅に住まわせるという動画を勧告している。当時、ほとんどのアイリッシュトラベラーはかまぼこ型屋根の馬車に住んでおり、一部に至ってはまだテントを使っていた。1980年代前半、トラベラー調査機関は、ホールティングサイト、EN、ホールティングサイト、不定住者の集団居住地の意味、キャラバンサイトとも呼ぶ。 絵の補助を行い、同化よりもむしろ強制を提唱した。この期間の構成員には、トラベラーも含まれていた。1990年代、トラベラーコミュニティ特別調査委員会は、多文化主義にパラダイムシフトした。アイリッシュトラベラーは、英語と、時々ギャモン語や、アイリッシュトラベラー不調といった、シェルタ語の方言を一つか二つ話す。シェルタ語の記録は18世紀に遡るが、 それ以前から存在していた可能性が高いものと思われる。不調はアイルランド語に由来し、英語とシェルタ語の組み合わせである。トラベラーの宗教へのアプローチは独特である。大多数はローマカトリックであり、癒しの効果に特別な注意を払っている。彼らは行動についての厳密な規則を守り、それは彼らの道徳心をいくらか左右し彼らの 活動に影響することが知られている。トラベラーの多くが子供の時に正規の教育を受けていない。民間支援団体のアイリッシュトラベラー運動はトラベラーの子供たちが平等に教育を受ける機会を促進している。2010年12月、ティッペラリー県のクロンメル・クリスチャンブラザースクール高等学校の入学時の 監修についての反差別訴訟においてアイルランド均等審判所はトラベラーの子供に有利な採決を行った。この訴訟はもっと多くのトラベラー居住地の子供たちに主流の教育機関へ入学できるようにしていくかもしれない。2011年7月、クロンメルの中等教育学校は入学基準はトラベラー居住地からの子供たちに対する 間接的な差別であったとする均等審判所の決定への控訴に成功した。アイリッシュトラベラー、1946年撮影アイリッシュトラベラーの健康はアイルランド全体と比較して著しく劣っている。その証拠としてアイルランドで出版された2007年の報告書ではトラベラーの半数以上が39歳過ぎまで生き続けることができないという状態が示されている。 1987年の別の政府による調査報告書にはこのような記述が見られる。出生から老年期まで彼らの死亡率は高く、その主な死因は事故、先天性体謝異常症、先天性の疾患が顕著であると同時に、その他一般的に主要な死因も見られる。女性のトラベラーは定住者と比較して特に死亡率が高い。2007年、 アイルランド保健児童省は北アイルランドの保健社会保障省と共同で、ユニバーシティカレッジダブリンの公衆衛生、人間科学学科にトラベラーの福祉についての大きな国際研究の実施を依頼した。この研究は、トラベラーとその彼らの健康状態についての詳細な調査を含んでおり、完了までに3年間かかると予想された。 アイリッシュトラベラーの出生率は1990年代より減少を続けているが、それでも未だにその数値はヨーロッパで最も高い。2005年のトラベラーのコミュニティにおける出生率は1000人中33.32人であり、記録されているヨーロッパのあらゆるコミュニティの中で最も高い出生率かもしれない。平均して10回以上の交通事故死が、 トラベラーの集団の中で見られる。これはトラベラーの男性の間で最もよくある死因であり死因の22%を占めている。トラベラーの子供の1割は2度目の誕生日を迎える前に亡くなるがアイルランド全体でのその数値はちょうど1%である。アイルランドにおける全人口の死亡者に占める25歳以下の人々の割合は2.6%だが トラベラーに限定してみるとその数値は32%と桁違いに高い。加えてトラベラーの80%は65歳になる前に亡くなっている。全国トラベラー自殺認識プロジェクトによるとトラベラーの男性はアイルランド人全体よりも多く6回以上自殺しそうになる。トラベラーは相婚の傾向があり。 女性であれば16歳か17歳くらい、男性であれば18歳から19歳の間が平均的な結婚の年齢である。アイリッシュトラベラーの遺伝子分析によって以下の仮説を指示する証拠が発見された。アイルランド人の先祖。それぞれ全く異なるいくつかのアイルランド人グループの総称。バイキングの影響を受けたアイルランド中部の剣の特殊性。ミリアム・マーフィーや デイビッド・クロークとの研究者による遺伝子研究はアイリッシュ・トラベラーに共通する特定の遺伝病を識別した。具体的にはガラクトス血症といった通常は関係のない集団同士で見つかることは極めて稀である同一性を証明する対立遺伝子の突然変異を伴うものである。ここからおそらくはこのどちらかであろうと推測される二つの主な仮説が生まれた。 これは主にトラベラーの集団の中で結婚が繰り返された結果である。はるか昔に現在のアイルランド人とは血縁のない先祖から創始者効果で生まれた血筋であることのしさ。研究チームはトラベラー以外の集団と比較した結果として 988R 遺伝子がトラベラーの間での唯一の変異体対立遺伝子であるという事実は トラベラーという民族集団の創始者としての当時の彼らの仲間だったアイルランド人全体からの小集団の孤立による創始者効果の結果かもしれない。これは情景の2つのトラベラーの起源に関する仮説のうちの校舎を支持すると思われると考えた。より具体的に言うと、この研究で 988R 遺伝子がトラベラーのサンプルの100%と他の アイルランド人のサンプルの89%で見つかった。これはトラベラーの集団はアイルランドの先住民全体の模式であったことを示すものである。アイルランド経済社会調査機関による2011年の調査はアイルランドでのトラベラーの排斥は広く存在している。トラベラーはアイルランド全体の人口のうちわずか0.5%にしかなく、 定住者集団の中にいる仲間の市民の個人的な接触による継続支援なしには生きていくことのできないあまりに小さな少数派であり近隣の定住者集団から異文化としての連携を必要とする存在でありこの排斥は彼らにとっての長期の見通しに悪影響を与えかねないと考察した。ナッカーあるいはパイキーという言葉はよくトラベラーに対する差別語として使われる。 多くのトラベラーは、イングリッシュグレーハウンドや、ラーチャーといった犬のブリーダーであり、そして、長年馬の取引に関心を持っている。彼らと共に開催されている、主な品評会はレンジで開催される、バリナスローフェア、パックフェア、バラブエホースフェア、月並みで開催される、スミスフィールドホースフェア、アップルビーホースフェアがある。彼らはよくくず鉄の取り扱いに関わっている。例えば、 鋼鉄の原料の60%はクズ鉄が元となっているが、そのうちおおよそ50%はトラベラーの集団が分別したものであり、150万ポンド以上の価値がある。そのようなより価値ある、非鉄金属の比率は著しく大きくなっているかもしれない。多くのアイリッシュトラベラーの雇用は自営業か、賃労働のどちらかであり、収入や経済状態は、 それぞれの家族によって様々である。多くの家族が経済の詳細を明かすことを選ばないし、説明しようとしても、毎月や毎週の収入から何かしらの規則的な傾向を見つけることは非常に難しい。彼らの経済状態を見破るには、多くの人がキャンピングトレーラー、モータービークル、家庭用品、その他の有価滑物といった所有物の状態を見る。 アイリッシュトラベラーは英国法において一つの民族集団として認識されている。アイルランド法では彼らの法的な地位は社会集団の雑ッである。一つの民族集団はその構成員がお互いに一つと識別することで定義される。普通、その識別は祖先や家計が共通するとの推定が基礎となる。民族的な独自性はやはり集団の特殊性や、 集団内で共通の文化的、言語的、宗教的、行動心理学的ないし生物学的な特徴を認知した他者によって特徴を付けられる。欧州議会人種差別及び外国人権を調査委員会はアイルランドで最も差別された民族集団であり、広範な法的な承認の決如とも相まって、そういった状態は未だに危険な状態のままである、と表情した。 トラベラーは多くの場合、定住者からその存在を否定的に見られている。偏屈で反社会的であり、社会から落語し、不適合と思い込まれていたり、あるいは犯罪や物乞いの行動、ないし他人の土地の不法選挙に関与していると信じられている。チャールズ・ホーヒー政権下の1960年、アイルランドで任税られた不定住対策委員会は、 定住者のトラベラーへの懸念に加えて、深酒の勢いでの公共の場での喧嘩。確実は、歴史上のジャガイモ基金以前のアイルランドの田舎生活の特徴にも似た、娯楽の不足と無学差の結果のように思われたと評した。2008年に、マリンガーのダルトンパークで、ネビン・ディネガン・マクドナー各家族の計65人を巻き込んだ乱闘騒ぎが発生した。 裁判所は2010年に聴取を行い、被告全員を執行猶予する判決を出した。争いの原因は、ベアナックルボクシングの試合に関する未払いの賭博の借金によるものとされている。イギリスの民間団体、英国アイルランド人礼拝所の主導でまとめられた2011年の調査報告書、聞こえない声、牢獄にいるアイリッシュトラベラーの研究所、2011年は、 社会や経済、教育といった面で行われている排斥が、アイリッシュトラベラーの貧困の悪さの要因の大部分を占めている、と評した。イギリスにおけるトラベラーについての訴訟は、私有地やそのような目的に指定されていない、公有地に設立されている未許可のトラベラーの居住地についてのものである。政府のジップシートラベラー居住地助成金の下、 トラベラーが使うために指定された居住地は議会によって供給されており、地方自治体は新しい居住地の構築や既存の居住地の維持、拡張のために基金を設立することができる。しかしながらトラベラーは頻繁に公共の共有地や広い野原や他の私有地といった個人の辞書を含む他の否認可の居住地も利用する。トラベラーは認可された 居住地の供給不足と主張しているジプシー評議会は供給不足の量を3,500人分と見積もっているエセックスのデールファームはその有名な例だったこれら土地を渡り歩く人々への平等権獲得の努力は1968年キャラバンサイト法の成立につながり彼らのイギリスにおける権利生活様式文化がいくらか保護されるようになった 1994年刑事裁判控除法は、しかしながら、1968年法の第2部を廃止し、イギリスにおける地方自治体のトラベラーへの居住地提供及び、彼ら自身による既存の居住地の廃止の支援義務を削除した。北、アイルランドでは、トラベラーの居住地に対する反対運動が、民主統一党主導で続いている。 以下にトラベラーの組織のうち1960年代以降に結成された主だったものを挙げる。アイリッシュトラベラーは映画、ラジオ、印刷物、テレビなどで普段は否定的に、しかし時々は心配や同情の対象として描かれている。エディ・イザードとミニードライバーが主演したアメリカのテレビ番組ザ・リッチズではトラベラーのライフスタイルに焦点を当てられている。 さらに最近ではイギリスで実生活の結婚をめぐるトラベラーの一連の生活を描いたドキュメンタリーシリーズビッグファットジプシーウェディングスが商業的な成功を収めている擁護団体民族集団ありがとうございます。